ね、私のことね、好きなんだよ。好きな人のあくびはうつるらしいよ。りょうさん、かわいい。ありがとう。あ、レモン食べた？真っ赤。え、赤ポロ、そう、早速着ちゃった。この前買ったやつ、赤ポロシャツ。早速着ちゃいました。サンキちゃんと、え、サンキちゃん、そう、サンキちゃんとね、今日は初めて、一緒のレッスン、初の初めての一緒のレッスンでした。そんなにまだみんなとはたくさんは話せてはないけど、ちょっとずつ仲良くなりたいな、みんなと。ステイヌさん、レインボースター、ありがとう。あずみんブログ写真が全部非表示に。え、本当に？嘘。 見てない、まだ。火曜日？え、ほんま？ちょっとマネージャーさん言ってみとく。非表示になってた？なんで？表示されなかった？しんちさん、親ハート、ありがとう。こんばんは。こんばんは。そう、赤プロ。赤プロです。サンキちゃんと18人ね、うん、なんか多く感じた。やっぱり普段なんか4人で、やっぱは加入してからね、4人でレッスンしたりとか、4人で踊ったりとかすることが多かったし、ずっと4人だけっていうの、まあ先輩らと、先輩らたちとレッスンもたくさんあったけど、でもやっぱ基本は4人が多かったので。サンキちゃんと一緒にね、18人になってレッスンっていうの、なんかすごい新鮮に感じたし、人数多いなーってなんかすごい思いました。うん、めっちゃ人数多く感じた。花だれ公園でも16人だもんね。ねえ、こんばんは。しみこうさん、ハートありがとう。ソラハさんとの写真まずいな。え、ツイッターの？まずくないでしょ？ なんでまずいんですか？ラブラブしてる写真。ソラハさんとのイチャイチャ写真じゃないですか。あれ載せたくてたまらなかったんですよね。レモンの、シトラスレモンパークの動画が、の、あ、な、上がったら、写真載せようと思ってて、ずっとフォルダの中で温まってました、あの写真。ソラハさんとの、ラブラブ写真。こんばんは。特に話す、サンキちゃんは、いでかなうちゃん、ちいかなちゃんです。ちいかなちゃん、なんかすごい話しかけてくれて、あのなんか終わった後にも ちょっと恥ずかしいけど嬉しいなって、初めて言われたんだけど、髪の毛めっちゃサラサラですねって言ってもらって、ちいかなちゃんに、いでかなうちゃんに、かなうちゃんにね。で、どこのシャンプー使ってるんですかって 言ってもらって、そう、シャンプーを、初めてシャンプーを教えました。 嬉しい、そんな 髪の毛サラサラって、そんな嬉しいと思って、あんまり言われたことなかったから、嬉しい。ダンスもキレキレでかっこよかったですって言って、嬉しかったですね。こんばんは、お疲れ様。うん。え、あずみブログ？本当？全部？え、ちょっと言ってみとく。なんだろう？不具合かな？なんででしょうか？言ってみとく。こんばんは。あとね、今日はね、サンキちゃんとの、あ、間違えた間違えた。サンキちゃんじゃない。ソラハさん ソラハさんとの TikTok？TikTok もね、上がってるから見てみてください。そのレモンパークの時に一緒にね、踊ったんですよ。ソラハさんと。そう、シャンプー。恥ずかしかった、ちょっと。しんちさん、だるまちゃん、ありがとう。そう、ちっちゃいものクラブだから、ちいかなちゃんと私は、ちいちい同士、もっと仲良くなりたいですね。ラブラブ写真まだあるよ。もっとね、もっとラブラブしてる写真があるんだけど、もっと最上級のラブラブが実はあって、最上級のラブラブ写真が、
それはもうちょっとまだ見せられない写真だから、見せれるようになった時に見せますね。ソラハさんとのもっと最上級ラブラブ、今はその写真を携帯のね待ち受けにしてるソラハさんとお空の待ち受けにしてるんよもっと最上級ラブラブの写真、またそれを見せれる時になったら見せますねえ、親にもシャンプー教えてって、いや、ジーカナちゃんだけ教えるのは。こんばんは。そう、髪の毛サラサラして前も言ったとサラサラって言ったらシャンプー効けるわけじゃないですからね嬉しい。でもこんばんは、バンジャラモンスターさん、ハートありがとう。ST ラボなんで始められたんやろ。え、ねえ、わかんないけどめっちゃ嬉しい。そう、 ST ラボね、呼んでいただけて嬉しかった。あれ、シトラスレモンパーク、こんばんは、こんばんは。あ、ありがとう、 TikTok も見てくれて。最上級ラブラブ公開できないいや、公開できる最上級ラブラブなんかシチュエーションがもう最上級、これまでの中で。そう、こんばんは。最上級です。え、嬉しい、赤あずまゆき、最上級ラブラブお楽しみに。まだもうちょっと経ったら乗せれるかなねえ、え、そう、シトラスレモンパークの話もしよう。レモン上に行ったんですよ。 YouTube 見てくれましたか、あれ、 STU ラボ嬉しい。でも本当に嬉しかった、出演できて。 STU ラボずっと見てて、見てたので、YouTube、STU ラボ、本当に視聴者として見てたので。こんばんは。ありがとう。え、ちょうどね、ちょうど本当にね、3月の末ぐらいに行ったんですよ。本当にね、桜が満開の季節で、ちょうど、めっちゃ、うん、そう、だから、ちょうどさ、その時期さ、なんか、6周年のレッスンとかも始まったりして、あの桜ちょうど満開の季節だけど全然桜見に行けないのみたいな、お花見行きたかったけどお花見できないってちょうど言ってた時に、そのお仕事、それお仕事ありますってなって行ったら、もう桜が満開でめっちゃ綺麗だったからそう、景色、そう、すごい綺麗で、レモン上に行ったんですけど、桜もねすっごい満開で綺麗だったの。うん、だからすごいいいお花見ができて嬉しかった。あの日桜見に、桜も見れて、レモンも植えて、レモンも食べて楽しかったです。外ロケ、いい天気だったし、そう、桜も綺麗なんです、すごい綺麗なところ。うんうん、そうね、飲んだね、飲み物も美味しくて、そう、レモンスカッシュも美味しかったね。え、明日楽しみだね、明日オープニングアクト楽しみ。レモン食べた時の顔できるかな、パク酸っぱい再現できないもん。ぜひ TikTok 見てください TikTok、 まさか私のレモン食べた写真がTikTok、 写真じゃない、動画が TikTok 載ると思わなかった、びっくりびっくり。ケイシンさん、初見さん、ありがとう、パイナップル。そうね、ぜひ行ってみてください、シトラスレモンパークの皆さんね、ありがとう、見てくれて。そうそうそう、
そうレモンの前にあの看板みたいなの書いたんですよ、木の板にね、レモン植えますみたいな、植えましたみたいな、レモン育てみたいな感じのね看板を書いて、それも今多分飾られてると思うので、シトラスレモンパーク行ってみてね、よかったら。あそこね、なんかね、あれができる、グランピングがねできるんですよ、シトラスレモンパーク。グランピングができて、グランピング施設がね入ってるんです。ストラスレモンパークじゃないですね、ストラスパークです、ストラスごめん、私がレモン植えたけん、ストラスレモンパークだと思ってた、レモンパークじゃない、ストラスパークセットだです、ごめん、間にレモン入れちゃった。レモン以外にもみかんの木も植えたんだけど、みかんの木もあったり、そうそう、グランピングできるの、そうグランピングできるんですよ、それが結構有名というか、グランピングできるの、ねえ、ありがとう、グランピング施設、いや、ストラス、そう、ストラスパークです、ストラスパーク、勝手にレモンパークに行っちゃったねえ、グランピング行ってみたいよね、グランピング、育地島っていうところで、なんかね、育地島、そうそうそう、広島のすごい海が見えるところ、育地島、うん、しまなみ海道になるのかな、グランピング、そうグランピング、キャンプみたいな、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、グランピングってなんかキャンプなんだけど、キャンプよりもなんかお家って感じお家って感じの場所に寝泊まりするできるような、リアくん、だるまちゃん、ありがとう、そうグランピングのところが控え室だったんですよ、そう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 、だからグランピングの一室というか、一部屋一室かのところで、控え室で、そうベッドとかももう置いてある、お風呂とかあったり、そうワンちゃんとも来れる感じになってて、ワンちゃんも一緒に来れるよみたいな感じになってて、そうすごい、いつか行きたいなと思った、そうドッグラン、うんうん、ドッグランみたいなのもワンちゃんと一緒に来れる、こんばんは、そそらさんともういつかグランピングしたいですねって言ってしたいですねって言った、確かに島並海道で私も運転してみたいな、いつか島並海道とか泊まるところが施設、うん、みたいな感じかな、うん、なんか一個のちっちゃいお家って感じ、ちっちゃいお家、そうお部屋の中も見てきたの、うんうん、おカープじゃないよこれ、赤だけど違う、普通にお店で買った赤 T シャツです。くるくるになんかジムの人みたいってなんかジムだったっけな、なんかジムの人みたいって言われた。これ今日のポロシャツジムだったかな、なんかジムじゃないかも、なんかの人みたいって言われた。こいさん結婚してありがとう。別荘とテントみたいな、あーそんな感じかも、うん、わかりやすい、別荘とテントみたいな感じね、お手軽、確かにお手軽にできるキャンプよりも。ゴンちゃん結婚してありがとう。チュ、シンゴさん結婚してありがとう。チュ、ロケってあずみ初めて、うん、外ロケ自体初めてでした、初めて、そう初経験のロケだった、外ロケ、
ポケ玉さん結婚してありがとう。チュッ。恋さん青いハートありがとう。確かにサイクリングもいいね、しまなみ海道サイクリング。リオさん結婚してありがとう。チュッ。ケイさん結婚してありがとう。チュッ。山助さん結婚してありがとう。そう、ジムのトレーナー、そうインストラクターみたいな、そうそう、ジムこっちじゃないよ、こっちのジム。しみこさん結婚してありがとう。チュッ。こいさん結婚してありがとう。チュッ。赤いシャツには相撲のイラストはない。相撲ポロシャツじゃないです、さすがに。ゆずきさん結婚してありがとう。チュッ。ねえ、初ロケやなめ、めっちゃ楽しかった。そう、初ロケ。リコチさんとリネタンさん、ソラさんと、いや、めちゃめちゃ楽しかったです。多分ね、来週のその YouTube の動画にもうね詰まってる、本当に。楽しいが詰まってるので、もうぜひとも来週見てほしいです。楽しみにしててください。なかなかすごい困惑しちゃったけど、いろいろ初めてのことしてすごい困惑しちゃったけど、めっちゃ笑いました。来週分、うん、楽しみに。そう、もっとやばい。もっとやばいです。うん、お楽しみに。確かに予告なかったね。なんかもう予告も出せないぐらいの。お楽しみってことだよ。もう予告も出せないぐらい。でも確かに予告出せないなと思うもん。予告で出すのがもったいない。予告で出すのがもったいないぐらいのものです。来週は多分きっと来週の初見のドカーンが多分面白い。ハードル上げすぎかな、どうだろう。でもめっちゃ面白かった。すごい面白かったし、でもうん、すっごい面白かった。めっちゃ笑った。明日瀬戸内レモンケーキラペチェン買いにサバに行く。あ、確かに行かないと。なんか私ね、スタバのね券があるんですよね。熊田パワーさん結婚してありがとう。あぜ負けずに、あぜは負けずに頑張ったよ。負けずに頑張ってきました。結構でも、うん、来週のは結構そうだね、爪痕残してる。いや、ちょっと自分のハードル上げる、ハードル上げるのやめようかな。やっぱ爪痕残してないかも、そんなに。でも自分なりには頑張ってきました。ガリッとなしてきたから見てみてください。お楽しみに。そう、スタバのドリンクチケット、そうそう、なんかね、あ、今日ねボイスレッスンに行ってきたんですけど、個人的に通ってるボイスレッスンで、そのボイスの先生に誕生日の時に、お誕生日おめでとうって言って、スタバのチケットをね、 LINE から送れるの知ってますか？ LINE からなんかスタバのチケットがプレゼントできるのがあって、恋さんかわいいありがとう。でそれで誕生日の時にもらったんですよ。そう、 LINE ギフトでスタバのやつをもらってて、ご飯と飲み物をもらってて、でご飯の方はどっかで使って食べたんですけど、なんかやっぱさ、そう LINE ギフトでさ、しかも誕生日の時に
あのおめでとうって言って LINE ギフトもらったからなんか使うに使えなくって、もう最大のタイミングで使おうとかドリンクは最大のタイミングで使おうって思って思ってたら5月31日が締め切りだったんですよ。締め切り、明日が締め切りになっちゃって、そう、1月20日にもらったやつ、明日がなんと締め切り前日まで使わずに温めちゃったドリンクのチケットだから、明日使わないといけない。そう、明日で期限切れちゃうの、明日までなの、やばいと思って、タイミング逃して、そうギリギリ忘れようにせんといけんね、今日明日スタバ飲みに行こう。明日から出るよね、瀬戸内レモンケーキフラペチーノみたいなやつが。そうギリギリ攻めちゃうめっちゃギリギリ攻めちゃう、確かに決済ギリギリ攻めちゃうよ、忘れそうね、忘れないようにする。明日飲むラッキー行動はフラペチーノ飲むです明日のラッキー行動にして、明日のラッキー行動、うん、そう先生期限、そう最近確かに冷蔵庫もスタバも期限に追われている。冷蔵庫もね、冷蔵庫そうなんよ、たらこ、今日もギリギリのたらこを食べました。この前もギリギリの卵を食べて、この前もギリギリの納豆を食べたやっぱね、なんか買いすぎるといけない、あと今日もギリギリのキャベツも食べた全部ギリギリずっとギリギリなんですよね、ギリギリ生活。こんばんは。買ってしまってね、確かに朝配信でスタバちょっと言ってほしいあずみスタバ飲みなねって。そうなの、最近賞味期限、そう2人暮らし始めて、なんかね買うんだけど消費が追いつかんのよね賞味期限よりも消費がなんか追いつかなくって、そう消費じゃない、でもまだ賞味です、賞味期限買う量多いのかな、一気に買いすぎなのかな、どうなんだろう。でもなんか2人だからこれ1パックでいいのにとかっていうのが結構多いかもこれ1パックでいいのに、もうちょっと半分でいいけどって言うけど、思うのが結構多いかな。たらこも1本でいいなとか3本入ってるから1週間で2人で3本は食べきれないよってなっちゃったりする、そういう感じかも。賞味期限かギリギリになっちゃう、そう1本でいいのにとか、これ2パックでいいのにとかって思います。一人暮らし、なんか二人暮らしか一人暮らしあるあるなんかなって思いながら過ごしてる最近。踏み台まだ買ってないよ、100均見に行こう。ギリギリが熟成されて美味しいですからね確かに熟成されて、まあでもね賞味期限以内に食べたら大丈夫なので。こんばんは。そう少量パックね、そうなんよね、そう姉ちゃんも食べる同じぐらいだから少量パック欲しいって思っちゃう。こんばんにゃ。あブログの写真、うんちょっと言ってみとく、それありがとね、言ってみとく、伝えとくスタッフさんに。そう少なめ、確かに一人だともっと消費くる、確かに、うん、もっと苦しくなっちゃいそう。まとめて買った方が安いんだよね、確かに。えな、あとなんかスーパー行って激安とかとかっていうの見るとこの日に買うのがいいんじゃないかとかと思ってしまって、お肉もこの前も別に今日お肉料理の予定はないけど激安とかっていうのを見て買いましたね。でも次の日
でもその日買ったんよ。あ、もう今日だけの激安特価なんだと思って買ったんだけど、その3日後ぐらいに行ってもまだ激安特価してて、同じお肉がまだやってるんかいってなった。それは激安特価、全然2日後も激安特価だったそう、つい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 やられちゃいました。そうだね、魚とかは気をつけなきゃって思う。うん、気をつけなきゃいけないよね、魚ね。サーモンがトラウマなのね、私はえ、本当にトラウマ。サーモン、もう最近魚コーナー行ったらもうちょっとサーモン手出せないもん、怖くて。サーモンがトラウマになっちゃった。魚に怖いよね、本当に。もうその日に食べなきゃ魚は買えない、怖くて。袋詰め放題はね、まだないです、経験。袋詰め放題の経験、限定ちょっと弱いな限定なんか今買わんといけんかもって思ってしまって、私弱くなっちゃう、限定には。そう、釣られちゃう。確かに夏になるから、サーモン、確かにサーモン自体あれはね、私の判断も悪かった。なんかね、サーモン一回ね、あのめっちゃ割と夜ぐらいに買い物に行って、お仕事帰りに9時過ぎ10時手前ぐらいにスーパーに行った時に、一番もう入り口の手前ら辺にもう多分半額ぐらいでサーモンが並んでたんですよ。でその時サーモン食べたかったから、ちょうどえ、めっちゃいいじゃん、タイミングいいと思って、その半額になってたサーモンね買って帰ったんだけど、そう開けてみたらもうすごい匂いで、すごい匂いのサーモンで、そのサーモンが、そう結局ね食べなかった。生で焼かずに生で食べるようで買ってたから、で生で食べようと思ってそのサーモン買ってたので、そう生で食べるのが怖すぎて食べなかったんですよ、そのサーモンっていう。サーモンのトラウマです魚のトラウマ。コイさんハートありがとう、本当に食べなくてよかった。しんいちさん青いハートありがとう。トラウマサーモンじゃなくてトラウマサーモンがうまいうまい、それはツボ激安のツボは可愛いよツボにだけは気をつけていきます、今後。ツボだけはどんだけ安くても、たとえ100円でもツボは可愛いようにする。ツボはね、ツボには気をつけます。キャンペーンでも釣られちゃうよね、キャンペーンとか限定とかね。サーモン、いやサーモン自体は食べれんくはなってないけど、そう視野のサーモン自体は全然平気だけど、買うのにトラウマになっちゃったっていうねえ。でもお寿司食べに行きたいな。気をつける激安のツボ何も見なくてくさ確かに単なる紙確かにね確かにそれは別に買ってもいいツボかもしれない、激安のツボは確かに100円のツボは買ってもいいツボだわ、確かにね、閉店間際気をつけんと、夜買いに行くとき難しいよね。うん、勇気。こんばんは。え、わかる、限定物ね弱くなっちゃうね、気になる
いやもういらへん。まあそうか、確かにいると思ったツボは買うようにする。じゃあいらんと思ったツボは買わんけど、いると思ったツボは買うようにします。もうあまりツボ欲しいって思うことないよね。確かに高いもの気をつけよう。大丈夫大丈夫。最近はまあでもそういうあんまり現場に遭遇することはないけど、うん、気をつけるようにしていますね。新商品もでも確かに気になっちゃうな。新商品新商品全部全部買わないけど、新商品でも割と新味みたいな、新商品新しい味とかってなってるのは結構目に入っちゃって悩むかも。わ買おうかなーって悩む、買おうかなーって悩んだりはする。身長が伸びるツボとかあったら買うじゃろ。確かにそれは買うかな、買うかもしれん。このブレスレットをつけると明日起きたら身長が15センチ伸びてますよと。昔小学校のバザーで陶器の一着人じゃったみたいな。あそうなんだ、バザー、陶器難しいよね。陶器いるかいらんか。でも確かに小学校の時に買って帰るとまたこんなもの買ってきてって言われちゃいそう。そういうの買ってきたら、そう、今日くるくるとなんかこういう足をこうする振りがあって、わかる？足をこうする振りがあってっていうかポージングがさ、足をこうすんの、わかるかな？これは足ね、こうするの。これが棒立ちで横向いてて、これが普通ね。それをそうそうクロスっていうかなんかこうこういう振り、前横でこういう振り、こうやって立つみたいな振りがあってっていうかポージングがあって、そう、それがやっぱり身長がこうスラッて高くって足が長い子とかは綺麗なんだよね。このクロスしてこうやって立ってるポーズが、ポージングがそう振りによく出てくるんだけど、だからやっぱあれ足が長いと映えるねって言って、身長があって足が長いとすごい映えるから羨ましいなって言いながら眺めてました。いや一緒に話したんよ、そうやって話したんですよ。巻き添え巻き添えじゃないよ、話したんですよ。そうそう羨ましいな。でも確かに俺なんか映える、やっぱそういうポーズがねすごい映えるのは羨ましい。あそうそうそうだね、ノアペリオツン、うんうん、ノアペ笑い事故事故じゃないよ、話したんだよそうやって。やっぱ身長が低いとさどうしてもね難しい。そうサンキちゃん、そう背高い子多いのよサンキちゃん。そうだからよりね見ててすごい思、なんかそう話になった。フレンドさん、初見さん、こんばんは、ありがとう。サンキちゃん、でもサンキちゃん今日なんか話聞いてて広島出身の子が3人だけらしくって、3人の子以外は他の県出身
で割と関東出身の子が多いから、そうだからね、なんか確かに関東出身の子とか多いなっていう印象だったけど、広島の出身の子が3人っていう人数で聞くと、あ、3人なんだと思って、想像以上に同じ広島出身メンバーはわりかし少なめかもね。サンキちゃんだった、今日話聞いてたら。そうそうそう、関東の子よね。うんうんうん。でもあれだね、瀬戸内ツアー、今回の瀬戸内ツアーとかで自分の出身地を回るメンバーの子が 2.5 期の4人はさ、みんな広島だから、地元広島、地元なん、ここが地元なんだけど、サンケちゃんは結構広島出身じゃない子の方が多いから、瀬戸内に住んでて、今回の瀬戸内ツアーで地元に帰るというか、地元でステージみたいな子が何人かいるからね、そういうのはいいなと思います。なんかちょっと憧れる、地元に凱旋じゃないけどツアーで帰るっていうの特別だろうしね、絶対ね、地元に帰ってステージするとかってね、なんか憧れるよね、凱旋ね。サンキちゃん一番誰が高いんだろう、背。でもいちごちゃんかな、いちごちゃんスラッとね高いよね、いちごちゃんね。誰が高いのかな、一番ちょっと聞いたことないな、一回背の順で並んでみたい2.5 期と3期混ぜて、あ、いちごちゃんが一番高いんだ、そっか、確かに高そう、確かにね、岡山とか山口とか、そうそう、うん、広島、確かに県外からの子、広島だって絶対にね大変だよね、なんかすごいなって思うもん、そのあの県外から来て寮生活、 ST 入って寮生活始めた子とか、 ST 入ってからさ、なんだろう、自分は ST に入って割と生活も結構一変したというか、レッスンもめちゃあるし、フェスがあったり、ステージがあったり、いろいろとなんか生活が一変したり、環境の変化もさ、 ST に入ったっていうことだけでもさ結構大きいのに、それでさ県外から広島来て一人で寮生活で、そうそうね、家族と離れて寮生活始まって、 STU の活動も新しい環境で始まってってなったり、学校が変わった子とかもいるのかな、でもいるよね絶対ね、学生メンバーの子とかは。そう思うと本当にすごいなと思う、本当にすごい、うん、本当にすごいよ、尊敬ですね。いるよね、ね、学校変わった子とかもいるよね、一人だしね、一人でね、一番初めの最初はね、引っ越しの寮生活絶対大変だよ。でもサンケちゃん多分割とそういう子が多いからすごいなと思う、本当に。コイさんハートありがとう。アズミ一番前確かにアズミアズミ悩まんでいい、誰とも背比べできないの、こっち私の方が高いんじゃない、え、私の方が高いよっていうやりとり誰ともできないの私、嘘一回だけやらせてよ新瀬の順、確かに長崎凱旋、え、かっこいい、うん、え、福岡のイメージあった私出身、本当、福岡じゃないよ、広島だよ、なんでだろうねえ、え、全部行きたいな、え、来てよ、全部来て来て、待ってる待ってる、ツアー待ってます。ねえすごいよね、確かに STI が確かに素敵なことだ。ユニアン16歳岐阜県から、うーん、岐阜県か、すごい、16でしょ、すごいよすごいよ、本当にすごいと思う、本当に16歳で
お引越しして一人暮らししてて、アイドル始めるなんて私は多分自分が16歳で高校生でしょ、絶対にできなかったと思う。本当にすごい。だからねえ、かべちゃんは本物、ゆいかちゃん、わかる、お嬢様っぽい感じ、うん、なんかすごいわかる、ある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 、お嬢様な感じね。なんか結構ほわんとはしてないけど、ほわんとしてる感じがあるかも、印象的に。ゆいかちゃんね、みんなと仲良くなりたい、もっと。どんな子なんだろうなみんなって思う。サンキューちゃん、ねえ16ね、すごいよね。あずみが一人暮らしと心配になる確かに私も今だってさ二十歳でも一人は心配だよ、一人絶対できないもん。お姉ちゃんがいるからさ、今お姉ちゃんと二人暮らし、やっと二人、お姉ちゃんと二人ってできてるけど、一人より二十歳の私も一人は無理だもん。なんか二人で生活しててより思う、あ私一人だと無理だなって思う。お姉ちゃんと一緒でよかったなって本当に思ってるから、すごい本当に。だからそう、自分ができないなと思う分よりすごいなって思う。確かに、えちゃん、結構ね高校生メンバーが多いよね、サンキーちゃんね、高校生メンバーが多い気がする、ね、リエチ、リエチランドセル背負ってんのに背負ってないランドセル何年前に卒業しました、ランドセルは。ありがとう、ねえ一人暮らし、 お母さんも多分心配する、心配しちゃう、私が一人暮らしって多分お許しが出ない、お父さんとお母さん、お姉ちゃんだから多分今できてるお姉ちゃんと一緒だから。でもちゃんともうこの期間にしっかりと自立力を磨いて身につけて、しっかりと自立したいしなきゃ。お姉ちゃん偉大ですよ本当に。みんなで切磋琢磨成長できる、うんね、成長できる期間にしたいです。瀬戸は実はあの干からびるいや干からびそうだよね、私も思う、もう干からびそうって。一人暮らしになったらサッチのダンス、サッチのダンス好き、うん、今日も見てたずっとサッチのダンスね。あ元気だよ、体調は元気ですよ。水尾さん、スズラン、ありがとう。こんばんは。ねえ、確かに。だからちょっと怖いニュース多いね最近。こんばんは。確かに虫一人で退治。あれも自立かも。一人で。こんばんは。小学生じゃないよ。あた大人だよ。小学生じゃないもん。20歳です。こんばんは。JK なのに自主で完璧っぽいね。サッチ？すごっ。もうなんか何でもできちゃうっていうイメージがあるよ。歌もダンスも上手で。姿勢も完璧なの、そりゃもう何でもできちゃうわサッチすごい、サッチのご飯食べてみたい。コイさんハートありがとう。マッキルン、だるまちゃんありがとう。サッチの歌い方あずみに似てる気がするのよね。本当に、嬉しい、本当
確かに。でも声質が結構好きだな。声質がサッチーの羨ましい。声質がいい人、私声質がいいわけではないから、声質がいい人は羨ましいです。好き、結構好き。声が、声色が、声色なんだろう、声の感じが、うん、めっちゃ好き。セコムゴンすごい無理やり感がどうしようかな確かに葵さんみたいな三吉ちゃん、確かに確かに。葵さんもね、葵さんも本当にかっこいい。こんばんは。確かに落ち着く声。え、本当こいつ、え、マジで本当に本当に本当嬉しい、めっちゃありがとう。こいつ、ああと、なんかね、一個告知がありまして、告知が一個あるんですよ。ね、ちょっと待って、6月の1日の日に下北 FM に出演します。下北 FM っていうラジオに出演、急遽、今週かな、今週の明日、明後日です、木曜日。まあ、下北、初めての下北 FM、 先輩方も結構出演されてて、初めての、そう、下北 FM に出演、明後日、ちょっと急なんですが、明後日、そうそうそう、ツイッターの方にもね、なんか告知みたいなのももう載ってるので、すでに。初めてだからちょっとドキドキするけど、頑張ってくる。生電話、え、ぜひぜひ待ってる木曜日ですね、明後日、明後日、キンキンなんですが、下北 FM 出演するので、うん、待ってます。ありがとう。生電話、え、生電話ってどんな感じなんかな、ちょっと、なんかでも ドキドキが止まらんドキドキがね、めっちゃ止まらんのんだけど、ありがとう、下北 FM に出演するという告知でした。嬉しい、最近お仕事の幅が。恋さんファイト、ありがとう。いろいろラジオとかもね、この前っていうか4月から始まった滋賀のやつもだしね、あれのラジオもだし、今回の下北 FM も、うん、NHK の川柳のやつも、いろんなお仕事の幅が広がって嬉しいです。にもすけさんファイト、ありがとう。あ、ノアピね、え、こいらじね、うんうんうん、マイカーの、マイカーメンバー、確かにいろいろとそれぞれみんな声がいいってことなのかな本当？え、それはじゃあそういうことにしとこう。じゃあ自信持つわ、声にね。よき、嬉しいことです、本当に嬉しい告知。ミミンさんいいね、ありがとう、ありがとう、頑張ってくる。本当嬉しい。 MC 力でもね、鍛えたいな、いろいろ。今回も出演させてもらうので、いろいろ MC 力もね、すごい鍛えたいので頑張る。でもラジオのお仕事は嬉しいな。としひろさん結婚してありがとう。ちゅ天使ボイス、癒しボイスありがとうじゃあ天使になってきますあさっても天使のボイスを響かせて
天使のボイス響かせて。生電話どこまで言っても大丈夫。え？どこまで？どこまでも言、どこまでもはダメだけど、変なこと言わんかったら、変なこと言わんかったら大丈夫。変なことぶっちゃけんかったら、どこまででも大丈夫かな。変なことぶっちゃけんかったらね。うん、頑張る。頑張ります。確かに生電話だもんね。みんなも緊張しちゃいそう。生電話って、私も緊張するけど、みんなも緊張しそうだね。生電話できる、嬉しい。頑張る。ありがとう。いっぱいいっぱい褒めてください。生電話で結婚してはちょっとまずいまずい。ショールーム限定。ショールーム限定でお願いします。結婚して。ランドセが似合うとか送っちゃダメ。いや、なんかえ、なんか説明がさ、ランドセルってなっちゃうから、説明がね、説明がちょっと大変なので、説明しきれん。ランドセルも結婚してもちょっと説明しきれんので。変なこと言わないぐらいの、何でも喋りしてくださいじゃん。変なこと言わないぐらいの。確かに。あ、羊さんありがとう。チクるか。言い方じゃろ、チクるかって。どのネタでチクるかって。言い方ねえ、楽しみ。でもリオさんレインボースターありがとう。スイカダメよ。ダメですよ。ダメダメ。ダメ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 攻撃出すわ。それは私が切るかも。スイカの素の字が出たら、スイカの素の字が出た瞬間にピチッ。すいません。ちょっとダメだ。スイカの素の字が出た瞬間に切りますからね。私がもう勝手に勝手に切る。すいません、手が滑っちゃって切ってしまいました。まあまあ変、そうね、まあでもいい感じの、あ、私は切れないんか。自分で食って切ったりはできないのか。いい感じのお便りと生電話待ってます。待ってます。いい感じのお便りと生電話、ミッキーぜひ聞いてね。聞いてください。あさってです。で、明日はオープニングアクト、オープニングアクトだ。4人だね。4人で出演、楽しみ。ありがとう。仕事終わりにぜひとも。7時だったら割とみんな聞きやすいかな。どうだろうね。久々の4人で。あ、京都タイムテーブル出た。本当に？お、見てみようね。え、頑張ってきます。ぷい。じゃあ男女読もう、男女読もうと。13位、リオさんありがとう。12位、待って、ゆいにゃん。ゆいにゃんだ、ゆいにゃん。そう、聞いてたの、ずっといたの、びっくりした。ゆいにゃんありがとう。
え、まだいるかな。ゆいにゃん。11位葵さんありがとう。10位 K さんありがとう。9位とっちゃんぼやさんありがとう。8位ゆうまさんありがとう。7位でんじろうさんありがとう。6位くまねパパさんありがとう。5位こいさんありがとう。4位みなみのかでんさんありがとう。3位ゆずきちさんありがとう。2位ぬしーさんありがとう。そして1位はドゥルルルルルパン昼休みさんありがとうございました。ありがとう。明日で終わっちゃう。30じゃないわ。5月が早い。え、明日でラストって感じしないね。あんまり5月、あっという間だったね。じゃん、できた。ありがとう。こんばんは。ねえ、ありがとう。いた？あ、うれしい。ゆいにゃん、ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。また明日ね。明日は配信あります。明日は配信。明日7時からする。配信7時。7時です。7時からします。いつもより15分遅めの7時から朝配信します。うん、ありがとうございました。おやすみなさい。ゆっくり休んでね。絶妙な。なんとなく7時。うん、ありがとう。おやすみ。また明日ね。じゃあねーねーあずみんで終わります。せーのって言ったらねーねーあずみんって言ってください。いきます。せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。また明日ね。バイバーイ。